関西の流第2章。小池さん、お前、5年前、誰に喧嘩を吹っかけたんだ？近江連合直参、合流会2代目会長、合田隆二。今から会いに行く、近江連合会長、合田陣の息子だ。会長の息子？バカだった。俺はそいつの罠にはまったんだ。罠？ああ。5年前、合流会はカムロ町にちょくちょく顔出すようになっていた。狙いは旧道島組か？いや、東城会の幹部だったら誰でもよかったんだ。近江は東城会をつついて関西におびき寄せる腹だった。当時荒れていた俺はまんまと合流会の挑発に乗った。関西に乗り込んだのか？一人でな。合田隆二ってやつと察しの勝負するために関西へ飛んだ。だがそこで待っていたのは殺だった。銃刀法違反でパクられ、臭い飯を5年も食う羽目になった。まああんたの10年に比べりゃまだ短い方だがな。俺はその合田隆二ってやつに借りがある。それを始末しねえとは、登場界背負って立つなんてできねえんだよ。そうか。言っておくが、近江連合ってのは半端じゃねえ。裏でどんな罠仕掛けてるかわからねえ。杯の話、用心してかかった方がいいぜ。ああ。桐生さん。ん？あんた今日はすぐに宿に帰るのか？いや、まだ何も考えていないが。そうか。俺はさっきも話したように関西には嫌な思い出がある。悪いが街をぶらつけるような気分じゃねえんだ、うん、じゃあ俺は少しだけ街を歩いてみる。お前は先にホテル休んでろ。そうさせてもらうぜ。気をつけろよ。ああ。そっちこそ深酒すんじゃねえ。じゃあな。はい、いろいろ来ましたね。主観モードについて、達成目標について、飲食について。はい、チップスメールマガジンのボブです。アドベンチャー中に右スティックを押し込みで主観モードになります。はい、このモードになるすると主人公の主観視点でなり、街の臨場感を味わえる視点で移動できます。バトルや会話などは通常カメラに戻りますのでご注意ください。はい、ポーズメニューにある達成目標という項目があると思います。ここに、記載されている条件をクリアすると経験値がもらえます。まずは簡単な条件からクリアしていき、経験値をうまく入手するのがおすすめです。クリアすると新しい条件が随時開放されていくのでチェックして、すべて達成できるように頑張ってくださいと。飲食店では飲食できます。飲食することで失われた体力を回復できるだけでなく、経験値も同時に得ることができます。また、その店での食事の組み合わせによってボーナス経験値が得られること、得られることもあるのでいろいろ試してみましょう。ただし食べ過ぎには注意してください。胃袋ゲージを超えるような食事は体力は回復しますが経験値は取得できません。胃袋ゲージは、移動やバトルをすれば減っていきます。あ、だから腹が減らせれるってことか。なるほどな。はい、落ちているものを掴む、落ちているもので殴る、落ちているものを投げる、はい、掴んだものによってつながる技が変わる。剣道を祈る。はい、というわけでここね、体験版でやったとこです。はい、というわけでね、進んでいきますか。うん、おはぁ、来た。お前どっから来たんや。この辺やとあんま見かけへん顔やな。お前どんだけ顔知ってんねみんな。お前みたいなやつがあんまうろちょろしとったらあかんで。
そうかすまない人いたから、そうかすまないな。お、分かればいいや。ほな、火つけな。おって、待て、ドリツッコミか。すまん。で、済んだら計算ありやんやろ。そんなつらしてこの町うろちょいしとったら、痛み合うっていうことを今から教えたるわ。お前、どういうコーディネートやねん、それ。はい、よいしょ。お前さ。どうすんのこれ、ヒヨヒヨになってるのどうしたらいいんやろ。もう溜まってんでしょこれ。よいしょ、はい、ちょ、はい、よいしょ、はい、チャリンコでトーントーン、終わり、イエーイ。ひー、すばへお通りください。ありがとう。ちょっとちょっと、あ、黒川来た。お前ちょっと待ってや、怪しいもんちゃうね。めちゃくちゃ怪しいからお前。はあはあ。うちか、顔いかつい境、すぐヤクザや思われて逃げられんて、逃げられんねん。ヤクザちゃう言うてんのに、みんなすぐわ、ヤクザ来た言うて逃げよんねん。ほんま、堅気な商売できへんくて困ってますね。こうなったらもうヤクザになったろか、ほんま。いや、そんな話はええねん。さっき見とったでほんま強いねんな。うちらもあいつには困っとって、あんなやつに困っとってんや。よろしく頼ます。あ、わし、黒川言いますで、黒い川言うても心は真っ白に美しいんや。美しい言うたら逃げたうちの嫁はごっつぶさいくやったな。いや、そんなことはどうでもいいね。ところであんた名前なんて言いますね。キリュウだ。キリュウはんか、大阪初めてやな。よろしゅうな。なんや、お礼したいんやけど、何がええやろ。そやな、うん。あんたなんか頼み事とかないんか。わしこう見えて、この辺の情報は大体握ってますね。困っとる子だったら何でも言うたってや、力になりますせ。しばらくはこの辺おりますんで。はい、ならまたお願いします。まあ、ということでね、行きますか。向き的にはこっちでおってんやな。じゃあ行こう。はい。何やあのおっさん言われたよ。どこや、あいつらか。お前ブルース・リーに憧れとんのか、お前。これアダチ、お前、あ、壊れたわ。ほら、あ、三角出た。そんなとっさに三角大切開さんた。ちょちょ、バットがええわ。バットがええ。ちょちょ、バットちょうだい。ちょ、バットちょうだい。どこ行った、どこにおるの。え、どこにいんの。もう死んだ。え、な、倒した、敵を倒せ。え、倒したけど。あ、ここにまだいるよ。お前か、お前か、大月。ちょ、撃ってて、お前どっから、何してきたん、ゴルフしてきたん。よしよし、やったった、クリア。ったく、ったく、時間食っちまった。時間食っちまったわ。めっちゃビビってるやん。何もせえへんで。想定盛りのコインロッカーの鍵を手に入れた。ああ、そういや、俺極みん時コインロッカー1個負けんと終わったな。そういや、あんだけ拾ったのに1個負けてないわ。今回は開けていこうかな。あ、落ちてるわ、ロッカー見てるな。よし、銀の皿かよ。たこ焼きか。え、こっちか、ここかな。喋ってるよ。腹いて、せやから食べ過ぎやでって言うたのに。ちゃうちゃう、食いもんちゃうね。お前の顔がおかしいや。え、どんなんやね。はい、いらっしゃいませ。はい、もう入っちゃっていいんですか。じゃあ入らせてもらいます。ここでボビ取ったら私かな。はい、あ、どういうことや。ねえ、わしらVIP席におったのに、急にヤクザみたいな団体が行さん来て、わしら一階に立ち退かされたんや。ここのVIP席入るために3ヶ月待った言うのに、申し訳ございません。なんとお詫びしていいやら、入れてもらえへんや。黒川相談所、いきなり黒川、もう結構出るね、やり方。すみません、これより先は、紹介制になっておりまして、紹介のない方は立ち入りできないシステムになっております。申し訳ございません。すごいな、完全にもうさ、行き先教えてくれんじゃん、こんなにね。体験版でも言うとったけど。行こうか。
よしこ、ドーンって言って、黒川どこや、あったあった黒川。おい、キャバレーグラウンドの VIP 席について聞きたいんだが、ね、キャバレーグラウンド、あそこのキャバレーやな、それこそあの今有名な女優倉石真紀子も最初はあそこで育ったらしいで、さすが桐生藩お目が高いな。せや、わしが G で通ってた病院で知り合うた男の甥っ子の学校の先生の妹の旦那の双子の弟の麻雀仲間があそこのオーナーやってまんねん。しかしこの間俺にわしが G で通ってた病院で知り合うた男の甥っ子の学校の先生の妹の旦那の双子の弟の麻雀仲間のオーナーやってるとか話しつけて、あそこのビッグ席に上がらせてもらうよ、頼んどいたるわ。やった、ちょっと待ったってや、長いな。ふだるたろや、あ、もしもし、わしお前の麻雀仲間長いわ。もう親が G の病院で知り合うた黒川言いますね。親かよ。誰やって黒川言うてるやろ。お前んとこの店の VIP 席に一人紹介してへんくれへんか。今大事な団体がいっぱいやって、我舐めとっとくか。てめえがこないで嫁に秘密で透け込ました女の情報握っとんのや。今度てめえんとこの VIP 席、今日てめえんとこの VIP 席一人ぐらいねじ込まんかい。バラされとうなかったら、うん、もしも、いやいや、せや、名前は、お名前は桐生言いまんねん。じゃあよろしゅうな。桐生藩キャバレーグラウンドの VIP 席取っといたで。やったな。あそこの VIP 席は紹介のみらしゅうってなかなか入れんらしいで。ほな、こんなんしかできへんけど、エンジョイしたってや。はい、じゃあ行きましょう。じゃあ行くか。じゃあこれでいけんな。よし、こう。入れたってくれや。こっちじゃないわ、こっちか。入れたってくれや。おい、黒川というやつから紹介を受けたんだが。いらっしゃいませ。キリ様でございますね。承っております。こちら今回ご紹介ということで VIP 席へご案内させていただきます。こちらの階段よりどうぞ。あ、出た、堀ちえみや。いらっしゃいませ。はい、ちえみです、はじめまして。踊ってるわ、佐々木ローズな、これ。めっちゃ踊ってるわ。お客さんこっちの人やないね。せやで。ああ、旅行でこっちへ来たん。いや、じゃあお仕事。まあそんなところだ。おい、おなごの数が少ないやないけ。支配人はどこにおるんや。ちょっと目合わせたらあかん。この辺で有名な薬剤さんなんやって。あ、はい、お呼びでしょうか。関西でわしらのテーブルこないに寂しいする店他にないで。すみません。頭下げる暇あんねやったら色っぽい姉ちゃん業さん引っ張ってこんかい。いい加減にせ。あれ、怒られた。もういい。あ、親分さんありがとうございます。親分さん、さすがやわ。貫禄あるな。当たり前やがな。お前さん、この仕事してて親父のこと知らんのかい。未来の近江連合のドン、関西の竜や、覚えときゃ。へえ。あらら、うまいこと合わせておいたな。どないしました。こいつのせいでか。ちゃうわ、お前今何言うた。は、覚えとらんのかい。え、あ、席外せ。自分なんか親父さんの前で言うたらあかんことがあるやろ。あ、いや、ええから、はよ謝らんかい。すみませんでした。ほら、みっともないで。はよ席座らんかい。
山田。悪い。わしと杯交わしてからなんぼや。2年です。そうか。親父。で、さっき言うたこと思い出したんかい。いや。まあ、飲めや。はい。いただきます。これで思い出したやろ。早い言うてみや、これ。関西の竜。関西の竜って言ったんだ。ちょっとあんた。落ち着かねえ店だ。待てや。我よくも口にしたの。おめえらがもう一度聞きてえと言ったからだ。人の話盗み聞きしくさってこら。あれだけでかい声で喋られたら嫌でも耳に入るぜ。うら。いたないんや。そりゃそんな顔。大丈夫なんて平気なのこいつみたいなのあるよ。やめ腐って大阪湾に沈めたのか。覚悟せや。キリュウちゃんあるとこに喧嘩ありやな。ムーディーな音楽が一緒になったな。めっちゃストレッチしてしないとさ、ほんまに。めっちゃ肩慣らししてるやん自分ら、ほんま。堀ちえみ、ちえみ見といてや俺のこと。やったっからこいつら。でしょ。あ、ヒート出た。もうそんな急におせっかいサンタ。あ、まだ出た。ガードされた。なんだ、なんか出てんだよ。すげえいろんな技出んねやけど、どうやってかわからんけど落ちひんのかなこいつら。どうすんの。三角あんな急に出された。できるかいサンタ。やめなさい。前かやめなさい。こらよいしょ。ちょっとちえみちゃん見てくれてる俺のこと。ほらやってるよこれも。ポコポコと。わあ三角押したかったな。お見事や。すまんことしたわ。うちの若い衆は血の気が多くてのすごいな。木田太郎やなほんま。もみあげがもうお帰りですか。お前らといると酒がまずくなる。あんたは大した男や。気に入った。さっきのお詫びとしておごらせてください。断る。近江合流会のおごりです。わしの顔立てたってください。や合流会。よし、この店で一番高い酒持ってこい。はい。ほんまにええ時をしとるわ。うちの組にもあんたほどの男はおりませんわ。関東の方やな。ああ、そうやろな。あんたほどの人が関西におったらすぐに噂が広まりますさかいに。お近づきの印にお名前教えてもらえまへんやろか。これは失礼。わしは近江連合合流会二代目の合田隆二と申します。近江連合一三合流会二代目会長合田隆二。近江連合ぐらいはご存知でしょうが、日本で一番有名な大門ですがい。ああ。で、お名前は。
名乗るほどのものじゃねえ。腹言わない。わしもこうして腹割って話しとるんです。名前ぐらい教えてもろてもええやないですか。キリュウ・カズマだ。はぁ、来た。道島の竜、東城会のキリュウ・カズマさんですか。いや、そんな男は知らねえ。綺麗やな、あいつ。兄さんも人が悪いわ。驚かさんといてください。まあでも本物なわけないわな。本物やったらこんなところで酒飲んでられるわけないわ。どうしてだ。本物やったら今頃それどころやない。必死こいて戦争の準備しとるはずや。ああ、せや、せっかくやから教えます。さっきわしが切れたわけ。なんだ。わし関西の竜と呼ばれんのが気に入らんのです。竜はまだい、関西が嫌なんです。竜に関西も道島もありゃしません。極道の世界で竜と呼ばれる男は一匹でええんですわ。あんたもそう思いますやろ。まあな。あんたとは気が合いますな。これも何かの縁や。ついでにもっとええ話教えさせてもらいます。今夜の12時ちょうど、カムロ中に派手な花火がドカンと一発打ち上がるんです。花火。わしが仕掛けた花火です。一世一代の祭りが始まるんや。祭り。その幕開けの花火がカムロ町に上がるんや。そして明日、道島の竜は死ぬ。何。それでわしは本物の竜になる。少し喋りすぎました。まあ桐生さんはごゆるりとくつろいでってください。ああ、そう、一つ言い忘れましたわ。明日出かけるなら香水の一つでもつけていった方がよろしい。どういう意味だ。あんたの体からプンプン匂うんですわ。血の香りが。桐生一馬さん、ほうな。仕掛けた花火、12時、一体何が始まるんだ。もう一分ぐらいしかないで。10になったかな。小型ビジネスか。どこであったん？爆発？あそこの街頭ビジョンでやってるって。そう、送電してるだから何かあったんだろうか。あっちで何かあったんだ。あっちで何かあったんだって。どっかのビルで事件やって、どこで事件やったんって言ってるよ。何があったんだよ。やべえっつって、こいっつってるよ。お姉ちゃん何やったん、うん、もしもしユリコ大丈夫な。え、何があって。爆発や、爆発。爆発が起きたのってあんたの家の近くのビルやんな。だから私心配で。え、知らん、あんたニュース見てへんの。どのチャンネルでも臨時ニュースで取り上げてるで。え、寝とった。ちょっと心配して損した。もうええわ、永久に寝とき。まったく、人が心配してよかったかな、無事で。あんたは？でもそこの大学の家、あなた、トイレっつのテスターになりませんか。なんでだよ、ん？トイレの家、失礼。私、損した。
私、猿エンタメ企業に勤めまして、トイレッツ開発責任者の町田というものです。少々お時間よろしいでしょうか。トイレなんだって。興味ないわ、今は、とりあえず。また後な。うん、興味ないわ。またね。はい、またな。話を聞けば、絶対興味わからないです。時間あるときにおかけください。なんサイブ、サブクエスト的なやつかよ。損したわ、喋って。いや、しかし、すごい爆発やったな。俺も映画のワンシーンかと思ったわ。私も、おい。その爆発でどこで起こったんだ。おっさん、まだ見てへんの。どこやったっけ。確か、カムなんとか町と言ってた。もう分かるやろ、東京の中心ぐらい前さ。分かるだろ、うちら関東、よう分からんにし、悪いんで、でも名前ぐらい分かるやろ、それぐらい。あっちの街頭ビジョンでニュースやっとったから、そこで見てみ。あっちの街頭ビジョンや。はい、分かった。いるわ。はい、もうちょい喋っていこうか。なんか関東の方で、この真冬にどえらい花火が上がってんで、ピンク。花火もう人に絡まないでって言ってるでしょ。ごめんなさい、この人酔っ払ってて。わしは言ったら、ごっつい花火やったってって言うて教えて、伊勢立っただけや。はいはい、帰るわよ。ごめんなさい、ご迷惑おかけしました。ほら、お父さんね。うん、花火。お父さんね、この人。そうなの。じゃあ、街頭ビジョン行きますか。どえらい花火やだ。先ほど午前0時にカムロ町のミレニアムタワーで爆発が起きた模様です。詳しいことはまだ分かっていませんが、爆発が起こったフロアには暴力団関連の事務所があるとの情報もあり、事故以外の可能性もあるとのことです。これが花火。花火家族住んでるミレニアムタワーに。あ、ついに始まったか。河原さんやな。ついに始まったかって分かってんや。ああ、須藤です。ええ、残念ですが倉橋課長の読み通りとなってしまいました。須藤純一。いや、まだ関西とのつながりは分かりません。ええ、そうです。やはり海外の組織が関係しているのではないかと思いまして。そうですか、分かりました。では私の方も手配します。ええ、あの任務は伊達さん以外にこなせませんから。はい、では。ストーリークリア。